はい、どうも、イズログでーす。で、今日は、待望のあれが届きましたよ。これがですね、高枝切りチェーンソーでござるよ。まあ、これが、来た、あれ?カッターの刃が出ないぞ。これが来たっていうことは、まあ本格的にやっていけるんで、まあちょっと開封していきましょうか。はい、来たー。いやーでもね、去年のスキー場行く前にね、買ってるんよ、1個。高枝切りチェーンソー。でも、あれね、家庭用電源用だからね、使えないわけよ。はい。ね、ちゃんとエンジンで。で、これマルチツールになってます。こうやってね、ブラッシュカッターブレード。まあ一応ね、草刈り機にもなるんよ。高枝切りチェーンソーとね。だからこれを駆使して、まあ、今日は、とう、庭のね、ガレージの駐車場の邪魔だったあの柿の木から切って、ガンガン燃やしていこうと思います。はい。まあこの後ちょっと燃料買ってきます。取扱説明書見てね。ちょっと、もうそろそろイオンも開く頃なんで、ちょっとイオンに行ってきます。じゃあ、はい。まあ一応、キットを全部出してみました。この、プロフェッショナルブラッシュカッター。だいたい2メーター半までは伸びるらしいんで、まあだいたい、そうだな、ここでエンジンがあり、あっちに、まあ、歯だね。なんか歯もね、ついてた。あとは目の保護用ゴーグル、チェーンソーの層、チェーンソー、あとは仮想カバー、あとはそのシャフトだな。多分これ、まあ、これ取り扱い説明書だけども、多分これが、チェーンソー、あ、違う。層はこれかな。多分、ソーオイルのちっちゃい箱があるはずなんだが、あ、これか。じゃあ、これは多分そうだね。はい。まあ、だいたいこんな感じになってます。まあ、これから使ってみないことにはちょっとわかんないんだけども、多分、チェーンソー以外を使わないと思うので、はい。多分、使うとしても、まあ、ここら辺かな。で、今ちょっと塩撒いちゃってるからあんまり入りたくないんだが、まあ仕方がない。まあ、ズン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 といって、まあまずこの柿の木は最後に切るとして、まあ、最初は、この奥のちっちゃい木をバッサバサバッサバサ根元からもう一発で切っていこうかって思います。で、このあれを切って、で、柿の木を、まあ、結構かかるだろうな。切って切って切りまくりの、で、あとはここ、コンクリートハンマーで、あとはこのコンクリをぶった切って、ぶった切って、ぶった切り、まあ、この電気メーターのある、ここら辺までかな。まあ、だいたい一旦ここまでで切ってみようかなと思います。まあ、ようやく、物が揃ったんで、あと揃わないのは俺のやる気です。はい。あとは細かくね、こういう弱いところを使うとかで補強しつつやっていかないとダメかなっていう感じです。まあ何はともあれ、切っていきましょうか。火をね。てなわけで、ようやく外ごもりプレイスの DIY 始まります。はい。まあ一応、
出しては見たんだけど、なんか履いてた手袋が両方右っていうちょっとお茶目な部分もあります。はーい、今ようやくセッティングがし終わりました。でこれからエンジンかけるんだけど、ちょっとまあどんなんだなって、結構燃料こぼしてすげえ今ブルーです。そしてあっちでも総オイルを注入するのに総オイルもこぼしてブルーです。正直ファークって感じなんだけどでもまああれだよね、田舎に来るとこの草刈り機のエンジンを使うと、あ、まあ田舎来たなって感じになるよね。まあちょっとこれからじゃあエンジンかけてやってみます。はい、なんかね、総オイルを見てるんだけど、この総オイルのネジがね、なんか抜けた。やばい、塩ついちゃった。抜けてしもうた。まあちょっともう一回バラしてやるか。今分解してんだけど、これは、まあ大体ね、こやつ。こやつがちょっと抜けちゃってさ、分解してんだけど治んないんよね。で、構造的にね、この黒い管が、ここだよね。この総オイル給油口なんだけど、まあこれカパッと開けますと、まあこれベベルピニオンっぽいのがあって、で、ここを刺すとね、ここにあるさ、なんだろう、ギアがあるんだけど、このギアにね、ダイレクトにぶつかるんよ。だから疑問としてね、このネジ自体があれ、オイル量を調節することはできてんのっていうそもそもの疑問はあるんだよね。説明書見てもこうあるんよね。そう、ネジってね、回転させるために押し込むんだって。でもスポンと抜けちゃったけどね。まあなあ、もう刺さらないっていうか、一回抜いた時に多分なんか落ちたんだろうなって思う。まあいいか。まあとりあえず、まあいけるところで分回してみましょうかね。はい。